Welcome to the シルビチャンネル。どうもシルビです。今回開封やっていこうと思います。ターゲットはこいつです。一体型水冷 CPU クーラーアプサラス3、サイズっていうメーカーですね、このでもサイズっていうブランドの、一体型水冷 CPU クーラーのアプサラス3。これですね、一体水冷 CPU クーラーなんですけども、それの簡易水冷式のものなんですが、メンテナンスが比較的フリーのものなんですね。で2年間は保証ありで、使えますよっていう感じなんですけれども、こいつですが、最安値ですね、今のところ何かの特価のセールがなければ最安値のモデルです。簡易水冷の中でなんで試しにやってみようかな。で、最安値なんですけれども、比較的評判が良かったんですね。Amazon や他のレビューでも。なので、思わずですね。今 GTX780 買ったんですけれども、CPU の方でちょっと若干やっぱボトルネックになってるんですよ。そっちが変わるとやっぱここの辺がね、気になってくるんですね。なんで、リテールって言って私はその CPU を買った時にCPU クーラーそのままつけてたんですけども、それって性能ってそんな良くないんですよ。これは一般的な話なんですけれども、なのでそこの段階で買いときゃよかったんですけど、私はそこをちょっと予算の関係で買わなかったんですね。でそのままそれで来てたので、割とですねパソコン内の温度が上がりがちなんですよ。なので、この機会にですね780もありますし、マザーボードの温度が上がってしまうので、CPU の方下げようかなと。水冷式で、空冷だと結局部屋の温度が高いと、空冷とそんなにね、ケース内の温度が高くてもね、そんなに効果はやっぱそこまでは高く出ないので、だったらせっかくだって行ってみようかなという感じです。水冷式にチャレンジしてみました。ちょっと電気くれな、光量が足りない。はい、ちょっと明るくしました。はい、そんなわけでここですね。はい、ラジエーターと、ここら辺ね、詳しく私もそこまで、こっちのプロフェッショナル、大きさですね、サイズと、16650、プロフェッショナルではない、こっちの方面はまだ素人なので、ちょこちょこ、製品寿命、やっぱ 5万時間なんですね。動作環境、室温が5度から35度、ちょっと際どいですね。私、夏場は35超えたりするところあるんで、私の部屋、外かみたいな。非稼働、保存の団体だと湿度、ただ湿度ね、95、水辺のところに置くなって話ですね。付属ファン仕様、サイズ、回転数、何です。20、これがどんくらいの大きさなのか。後でね、これとは別でやるか、この後ろに映るかちょっとわかんないんですけど、ぜひですね、装着するところもお伝えできればなと思います。とにかくですね、割と付属品が多いんですね。見ていただくと分かるように、こういう形でこれだけ付属品があるんで、CPU クーラーといっても CPU にこうつけるものと、ほんと、冷却するものと、クーリング、ラジエーターが通して、ここラジエーターポンプを通して、外側に排気するんですね。で、ファンで、やって、外と中の温度を変えるっていう形なので、実際のところですね、どういう動きをしてくれるのかっていうのは、ちょっとまだ私も初めてなんで分からないっていうのが正直なところです。それではですね、早速開封の方行ってみようと思います。はい、こんな感じで入ってるんですね。はい、大きいな。意外とでかいですね。思ったよりでかい。でかっ。こんな大きいんだ。また例によってですね、サイズを見なく注文しました。大丈夫だろう、私のパソコン大丈夫だろうという意味のわからない根拠のもとですね、やってみました。でかっ。ちょっと待ってみましょう。だけどこのファンは私のパソコン、見てくれる方わかると思うんですけど、これ12センチファンですね。あるんですけども、12センチファン、これでしょ。大丈夫。ほら、サイズのね、ファンのところ12センチ、12センチ出てますよね。だから大丈夫。ファンは熱く。取り替えればいいだけなんで。あとこれが、
マウントですね。マウント。これが、ここが多分こ、ちょっとね、注意しなきゃいけないのかなって。いろんな種類があるんでね。私の対応してるものを、まあ、一つしかないはずなんで、対応してるのはね。で、これがラジエーター部分と、水冷。ラジエーター部分ですね。うわ、ヒートシンク。ごつい、あっちが若干見えるって感じですね。サイズ。これね、ちょっとグリスとかが多分ある関係で、グリスもね、別でね、用意しようかなと思ったんですけども、ちょっとな、近場で、この辺ね、秋葉行って、グリスどれがいいかチェックしようと思ったんですけど、ネットだとね、なかなかね、細かいああいうところっていうのは店員さんに聞いたりするのが一番手っ取り早いんで、聞こうかなと思ったんですけども、ちょっと、行くチャンスがないので、グリスをどうしようか悩みつつも、ちょっとガンオンの方でとかね、実際のゲームシーンで、ラグを感じるところがあるので、もう、しゃあねえから、後で、ちょっとノーマルグリスでやってみて、ダメだったら、別枠で買ってもいいのかなという気はしてるんですけど、あとはもう、アマゾンで一番安いやつとか、評判のいいやつ、ちょっとポチっちゃおうか、みたいな感じでございますね。こんな感じなんですね。なんか、感じとしてはやっぱり普通っていうあれですけども、私何度かね、失恋物を見てるんですけど、設置したことないんですが、割となんか、そこまで、なんかびっくりっていう感じではないですね。物としては見てるので、取り付けマニアの向こうあります。まあこれを見てね、いけば、そんなにめちゃめちゃ失敗はしないでしょう。ただ、なんか、割と、ネジ穴が弱いというのをちょっとコメントでいただきまして、私今、電動のドライバーを使ってるんですけども、ちょっと電動はやめて、最初は、普通のドライバーで、やってみようかなという感じでございます。大体、こういう時、電動でやるんですけど、もう力が強いんでね、ネジ穴を潰しちゃうこともある。まあ、ただね、どうなんだろう。普通に手でやった時のが、力の配列が良くないんで、手の方がネジ穴を潰しちゃうことが多いんですけどね。コンプリング、コマンコネクト。マザーボードのファン用ヘッダビ、ファンダですね。二つ必要と。四ピンヘッダビ。ここは気をつけてくださいね、と。しばらく初回起動、なんか音が鳴るんです。で、これを実際に実装するところもお見せできればなと思いますが、まあ、まずしっかりとマニュアルを読んだ後にって感じですね。MD 用って、インテルって、こっち MD。アムドン。アスロンとセレロンみたいな。ペンティアムとアスロンみたいな。懐かしいですね。私は最初そもそもアムドでやってましたけどね。アスロンで作りましたけど。メンテナンスフリー、ここにあるんですけども、50ですよ。本製品はメンテナンスフリーの 水冷クーラーとなり、お客様自身によるクーラント液の交換は補充はできません。感電の恐れがございますので、取引先PC の電源を切り、コンセントを外した状態でお願いしますと。まあなんで、クーラント液を変えて、長持ちさせるとかそういうものだね。なので、消耗品っちゃ消耗品なんですね。なんで、5万時間ってなったんです。大体に、まあ保証の2年。2年後だから、2016年ぐらいには、また新しいものに変えてくださいねっていう話なんでしょうね。その辺は CPU クーラーとはちょっとその違う耐用年数がはっきりしてるよっていうものなんですね。まあそんな感じで開封やってまいりました。あとはこれは実際につけるところ。ほんで、これの後はね、ここにホコリが溜まるらしいんで、ここに、フィルターとか別枠欲しいんで、それもちょっともしかしたら、ポチってみるかもしれません。そんな感じでやりました。今回はアプサラスの開封を行っていきました。この後ね、実際の乾燥するシーンにもつけられたらつけようと思いますので、とりあえずここで一度終わります。はい。いきなりシーンは飛びますが、無事、完了しました、作業。賞味大体1時間、やっぱ初回だったんでね、1時間、いやもうちょいかかって、まあ写真撮りながらとかやっていたのもあるんですけど、1時間半ぐらいかかってるかなという感じですね。何作る30分ぐらいっていう話なんですけども、ちょっとケースのやっぱ余裕、本来想定していたのはこっち側に、このラジエーターをつけようと思ってたんですけど、ちょっと、メモリーと干渉してしまうので、
仕方なく背面にしました。でここのファンをこちら側についてるファンをこっちから吸気してこっちに出すような形の構造を取りました。これがね、完了したんですけども、実際に起動するかどうかっていうのはまた別の話で、GTX780 の時は設置自体はすぐ終わったんですけども、起動にですね丸1日かかるというですね、いろいろとトラブルがあったんです。で、まあここから果たしてどうなるかはちょっとまだ定かではないですまだ起動してないんでね、で市販のものと違う点はここにファンが2つついてます。これはもともとここについていたものをダブルファンとしてここにつけました。で吸気を外に出す場合はこのこっち側は必要ないです本来は。ただ2つついてるんで、あ2つあったんで、まあ捨てるのもあとこっちにケースファンやってもいいんですけど、どうせなら2つでいいかなって、スペース的に余裕があったのと、でこっち側はちょっと壁側につけちゃうんですね、こっち側は。なのでケースファンとしてこっち側につけ、この手前にねつけることは可能なんですけども、私のケースだとつけられるんですが、逆に壁にくっつけてしまうがためにそこで排熱がおかしくなるとまずいので、二重でちょっとチャレンジしてみました。これがダメだったら1個にして戻すっていうのがまた発生して1日ぐらいパソコンが使えなくなるっていうですねということになるんですけれども、まあ果たしてどうなることやらまだわかりませんけれども、とりあえずこういう形で完了しました。だいぶね、手詰めに感じますね。これわかりますかね。ケーブル等々もですね、この GTX780 が来たことによってですね、だいぶ増えましたし、これ整理した後なんですよ。いろいろと整理をした後なんですけども、こんなになってしまっているので、まあやっぱケースは大きい方がいいよねというのが改めて感じたことでございます。そんなに小さいやつではないんですけども、余裕を持ったですね、ハイスペックマシン、ハイスペックの合成を組む場合は余裕のあったハイタワー。だからね、その辺がね、自作パソコンとかね、ゲーミングパソコンのネックでもありますね。ノートパソコンとかと考えてやっぱ大きいですし、場所は取ります。置く場所もありますし、排熱も考えなきゃいけない。っていう設置場所のデメリットはあるんですけれども、まあそれだけの見返りは、性能としての見返りはありますんで、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。そんな感じで、あとは実際、まあ、こっから動作してくれよって、私は心から今願っているんですけども、ちなみにこれが撮る前、撮るの CPU でございます。もうリテール、完全にリテールですね。まあまあ、私の過去動画を見ていただければ、おそらくこれが乗っかってるのが出てるんじゃないでしょうか。こういう形になってます。まあ、このスペース、これしか撮らなかったんですけども、それから考えるとものすごいどでかいっていうことがお分かりいただけるでしょうか。それだけ水冷はでかいです。まあ、水冷以外にも、そのリテールじゃない市販のファンっていうのは比較的で大きいものが大きいです。その代わり、冷却性の方が高いよっていうのが売りですね。まあ、そういうのがありますんで、皆さんもですね、CPU クーラー。ただ気をつけてください。道中を撮らなかったのは、失敗しそうだと思ったんです。特に CPU 周りを触るときとかは、私は以前昔はピン折りとかでマザーボードダメにしちゃったりとか、CPU ダメになったりしたこととかあるので、そういうのを考えると、ちょっと今回は撮影は控えて写真で撮るだけ。あとは、もうこういう形結果なんですけども、道中は撮りませんでした。ちょっとリスキーだったんで、で、それやってしまうと、これサーブでもう一台パソコンあるんですけども、そういうゲームできないので、これが壊れてしまうとですね、割と、支障をきたしますんで、そういう意味では、代替がないので、代替がないので、まあ仕方ないかなという感じでございます。ちょっと、もうちょいケーブルの方をスッキリしてから、この作業を終わろうと思います。そんなわけで、今回は、アプサラスですね。サイズのアプサラス。水冷式のクーラーについに挑戦しました。これが一体どういう結果になるか、また、ブログの方でいろいろと検証していきますので、よかったら、そちらも合わせて見ていただくと嬉しいです。それでですね、今回は、開封から設置まで、お伝えいたしました。どうも最後まで見てくれてありがとうございます。他にも最近パソコン関連とかいろいろ他のもやっておりますので、ぜひぜひよかったら見てみてください。それではどうもシルビでした。